皆さんこんにちは。今日は久々に Vlog を撮っていきたいと思います。この日は9時からミーティングがあったので頑張って早起きしました。ミーティングが終わった後はめちゃくちゃ眠くて二度寝をしたかったんですけど、なんとか頑張って寝ずにそのまま研究を開始します。二度寝しないとか当たり前やんと思われるかもしれませんが、私はかなりぐうたらな人間なので、もう好きあらば寝てしまうんですね。特に在宅ワークってなるとずっと家にいるじゃないですか。もうぐうたらし放題な環境なんですよね。なので二度寝をしなかったというのは私にとって一日のうちで8割ほど達成したなっていう感じですね。3時間ほど研究してから30分ほど休憩します。この休憩時間もうちょっと有効活用したいんですけど、ついつい Twitter とか Instagram とかスマホをいじってしまいますね。なかなか集中できなかったので、こちらつい先日ですね、 iPad Pencil じゃない Apple Pencil のカバーを購入したので、こちらの開封を試みます。開封するのが苦手なので、案の定ここも手こずってますね。ハサミで切ってもなかなか開けられなかったんですけど、ようやく開けることができました。まずは手触りを確かめるべく、ムニュムニュします。ムニュムニュタイムですね。Apple Pencil のカバーっていろいろあると思うんですけど、私が購入したものには、ペン先にもカバーがついてきます。装着しづらいみたいなレビューがあったので大丈夫かなって心配だったんですけど、全然手こずらずにすんなりと装着できました。 iPad での充電もカバーをつけたままで問題なくできました。私は哲学、倫理学の研究をしてるんですけど、文献の研究っていうのは読むことと書くことをひたすら繰り返す作業になります。今ね、ちょうど3時間ほど白論の執筆を進めてみました。集中できたかと言われると、なんかそこまでは集中できなかったかなと思います。ちょこちょこ研究とは関係のないことをし始め、手帳にシールをペタペタ貼ったりとかしたのでそうですね、集中どこまでできたかと言われるとそこまでではなかったんですが、まあ今だいたいメモ書きとかも含めて4センチちょっとなので、もうちょっとやりたいですね。なんかまたここから3時間とかやってもあんまり集中できなそうというか、ダラダラやっちゃいそうなので、ここで違うタスクに切り替えて気分転換がてらやるか、それともこのままとりあえず白論を進めるか、どっちにしようか今迷ってます。なんとか気を取り直して研究を再開します。
じゃーん、短くしてきました。結構切りましたね。といっても美容院行ったのが本当に半年ぶりぐらいなので、もともと髪の毛の量も多くて結構ボサボサってなってしまったんですけど、結構しっかり切ってデジタルパーマもかけてすっきりしました。でなんですけど、デジタルパーマめっちゃ時間かかるんですよ。で、昨日ですね、これ昨日の手帳のページなんですけど、2時半に予約したんですね。で、終わったのが6時半。4時間、なんと、かかりました。で、昨日全然、作業ができなかったので、今日は、頑張ってやっていきたいと思うんですけど、今ちょうど午後3時半になるとこですね。午前中ちょっと3時間ぐらいかな、10時に起床して3時間ぐらい研究白論を進めて今なんですけど、今日はですね、夜の8時からインスタのライブ配信をするので、それまでもうちょっと作業をしていきたいんですけど、ちょっと今日中にやらなきゃいけない申請書の作成があるので、それをとりあえずは1時間半ぐらいで終わらせて、あとはそうですね、来週から授業が始まるので、ちょっと授業準備もしていけたらいいなと思います。なんですけど、ちょっとその前にですね、じゃじゃん、こちら、うちのお母さんがワイヤレスのイヤホンが欲しいって言ってて、まだお母さんの日、母の日まではちょっとあるんですけど、これを買ったので、ハッピープラグっていうとこだったかな、ここ書いてあるね、ハッピープラグズっていうブランドのものになるんですけど、これを今から渡しに行きたいと思います。はい、これ、嬉しい、素敵じゃん。うん、青にしたよ、ブルー。で、どうやって使うの？ちょっとだから開けてみなよ。わあ、嬉しい、ありがとう。うん、しっかり包装されてる。喜んでもらいました。よかったです。今ですね、もうそろそろ4時になるんですけど、ここですね。で、8時からライブ配信があるので、ちょっとそれまで申請書類の作成と、あとできたら授業準備までやりたいと思います。